さん、どうもどうもどうも、タテさんじゃないですか。いやいやいや、バイヤー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 でございますよ。旅行バッグっていうのかな、スーツケース的なものをね、皆さんにご紹介しようと思います、ね。キャリーケースっていうジャンルのバッグでございますね、うん。この部分に車輪が2個ついていて、まあ、街中をですね、平らなとこならゴロゴロと転がしていけるという旅行や出張におすすめのバッグ。なんかね、やっぱりリュックとかやっぱりカバンっていうのは持っててやっぱり重たかったり疲れたり、はい、疲れちゃったりするじゃないですか。ありますね。そんな中ね、転がすっていうのはね、どれだけ楽か、うん、ね、うん。僕はね、これ第一印象を持ったのは、はい、僕結構ビジネスバッグとかのツミって会社あるじゃないですか。僕ツミの製品結構好きなんですよ、はい。で、多分ツミの製品好きだっていう方はね、気に入るんじゃない。なんかデザインも似てるし、確かに雰囲気っぽくない。そうですね。特にね、これ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 、あ、このあれね、ツミっぽくない。赤っぽい色とかがね、STM って書いてあるんですけど、うん、あそこまでなんていうのかな、高級感があるって言ったらちょっと違うかなと思うんだけど、まあ、手軽に使えるそれぐらいの感じのビジネス用途って感じがしました。イメージの、あとなんか素材感とかもなんか撥水性とかもありそうだしね。そうですね、良さそうですね。まずはここかな、雑誌とか入れるポケットがあるんですよ、裏側にね。なので、ほらこんな感じで週刊スキーとか入りますで、表側行きましょう。これどれくらい入ってる？結構入ってる、結構入れてるな。ガチで入れてる、うん。表側はここにまずね、一気にここを掴むとね、ファスナー、両側のファスナーとかジッパーとかが、うん、同時に開くようになっていて、こう開くんですね。素早くアクセスしたいときにね。そうですね。アップでももう一度ご覧いただきましょうかね。開けて、これで息楽。ちょっといいですよ、これが。これいいじゃん。そうそうそう。鍵とかかけとくの。キークリップがあるので、うん、必要なときは取り外して。使ったらいいっていうね。こっち側は開けるとまたいろいろと入るようになってるんですよ。いろいろと仕切りがね、1,2,3 段入ってて、例えばこの折りたたみ傘みたいなものとか、うん、あとはケーブル類 ね、イヤホンとかがあって、あとはまあ旅行用途ですからモバイルバッテリー欲しいですよね、うん。この E7 だから 25,000mAh のバッテリーとかもちょっと入っちゃう。ここはね、柔らかい素材でできてるのでスマホとか入れてもいいと思います。ノートが入る。なんか iPad とか入れる人いそうだよね、こういうとこね。ですがですね、iPad はね、ここにね、専用の iPad 入れがあるんですよ。このようにも入ってまして、ここも少し柔らかい素材にできてるので傷がつきにくい感じになってるね。その通りです。ダダン、もう入ってる。こんな感じ、エアはね、余裕で入ってあるんですよ。なんかここにね、マークが書いてあるのがいいなと思って、タブレット入れなさいっていう、ね。あ、そうそうそう、わかりやすいんです。わかりやすいね。ここにもね、なんていうの、キーホルダーがついてます、うん。というのが2つ目で、あ、そうそう、あとね、こっちが外側にもメッシュポケットがあるから、名刺とか。そうですね、こういう出張に必要な名刺とか。うわー、なんかどこに何入れるかって考えたけどいいね。そう、結構ね、用途ごとにちゃんと多分、俺はほいほい ここにカメラとかよく写真撮るんで、ここバッテリー入れる。あー、わかる、それはありですね、うん。便利、それぞれの皆さんのね、気分というか用途によって使い分けてもらいます。このね、バッグの売りの一つであるマックが運べるという意味では、この3つ目のところにですね、うん、ちゃんとすごいクッション性が高いです。本当だ、ふかふか、肉厚の横がすごいじゃん。そうなんですよ、ちゃんとご覧いただけますかね、この厚さのこの厚さのクッションが入ってますiPhone より厚いクッションが入ってる、うん。このクッションがあるおかげで絶対マックが大丈夫だっていう自信が持てる。そうですね、自信持てますね、うん。で、この中には15インチのマックも、うん、入ってる入ってる。これはプロですね。もっと大きくてもいいけどね。多分ね、旧型の MacBook Pro 17インチモデルも多分入る。そうですね、うん。という大容量のものがあって、さらにある、スーツケース的な感じで、ガダン。ちょっとね、サンプルのものがなかったから僕はこれだけ入れてるんだけど、この程度のものだったら1,2,3,4個ぐらいは入っちゃう。いや、縦で5は入る。そうですね、5枚。僕の1日分の着替えです。これね、本当にスーツケースとして使えるし、着替え以外にもこれ靴とかも入るよね。入りますね。だからスーツとか、あとはその革靴とかも一緒に運べると思う。広い。というですね、旅行とか出張に便利なケース。多分これに別でリュックとか持ってったら多分もうそれで十分だよ、ね。暮らせる、うん、普通に暮らせる。それででもこれだけでもいけるね。いきますね、いきますね、うん。小分けにしなければ。だし、なんかいいなと思ったのが、普通スーツケースって聞いたら皆さんやっぱり大きいしかさばるっていうイメージがあるかと思うんだけど、うん、これだったらね、そこまで感じしないから、うん、スッと持てますよね。それがいいよね。
上にもね、横にもちゃんとこういうハンドルがついているので、あの階段降りるときはここを持てばいいし横向きってのも全然できます。あと田瀬さん、これ鍵もちゃんとつけれるじゃないですか。そうそう、今ね、遠藤さんが言ってくれたんですけど、このメインの荷物入れのところにはこういうね、リングがついたね、ファスナーになっていて、ここを閉じればここに鍵を入れてですね、ロックすることができるんでございますね。この部分でロックできるという仕様です。何リットルぐらい入るんだろう。どれくらいですか ね、 40は言い過ぎかもしれないけど結構入る、がっつり入りそう、というわけでですね、はい、細かいそのサイズなどの詳細はアッパの草の商品からご覧ください、ぜひチェックしてください、はい、この動画の、ね、概要欄説明文にリンクがあります。というわけで皆さん、今回は旅行に便利なカバンのご紹介でした。バイバイ。ところで遠藤さん、どうしたんですか急に。どうしたんですかじゃないですよ。多分ね、今ね、はい、何のあれもなく始まったから、ね、みんなに、ね、びっくりしたと思いますよ。なんか昔から知ってる人は、はい、おー、カーゼントだみたいな。あ、そう言ってくれる人まだいるかな。いますよ、最近コメントでも聞かれる。本当に、うん、嬉しいの。 なんでカーゼント最近出ないんですか。いやね、結構ね、新宿に来る機会がね、実はありましてですね、だったらちょっと遊びに来たらみたいな感じで、あのマックスさんにね、はいはいはい、お声掛けいただいたんで、まあ、じゃあそれは遊びに行きますよって言って、いろいろ動画を撮ってるっていう次第ですね。なるほどなるほど。また今度あれですよ、アプローチの話とかも一緒にしましょう。あ、ぜひぜひぜひしましょう。ではまた。